おい、わかったから言うげん、すりゃいいじゃねえかよ。好きにしれうん。こんなとこで逃が来たりでねえでよ。あったわかったんかよ。返事しろやこの野郎。はいだろ、この野郎。はいという素直な心だよ、お前よ。あ言ってんだよ。バカがよ。 何おめえや、人の放送で掲示板でコメント書いてや、脳が浸れてんだよ。また価値確だよ、これ。またビクトリー佐野ですよ。おい、は <laughs> ぁ。クソがええおい。いいだろう、野。でもね、 俺別に怒ってるわけじゃないんだよ。うん、来たら来たで話はするけど、うん、ただここで、あの、うるせえこと言うなっていう話。うん。めんどくせえなって。スクショを逃した。しゃーねえな、お前ちゃんとスクショの準備しとけよ。ビクトリー ちゃんとやったかああ。もうほんと俺さ、なんでこんなサービス精神がさ、旺盛なのかね。マジで。いやもういいよ、何回もはよ。もう今ので取れてなかったら、あの、パータローなんだよ。ちんたらくせえんだから。遅いんだよ、お前。ちゃっちゃちゃっちゃやれよ、お前ほんとよ。本当よ だたまには違うポーズやってよ。このシェーとかやれやいの、こうやって。シェーってやれやいの。せのよ。やめれや、ほんとよ。あ、もう、あんま面白くねえんだからよ。だら違うポーズやってよって言うんだからよ。あと、死刑。 ガキデカなうん古いな古いうんガキデカの死刑は古いな、うん、ゲッツは前だからこうゲッツうん だから、いいよ。俺はお笑い芸人じゃねえんだからよ。だから、具足とかさ、ね、そういうのいいから。うん。とちゃんじゃねえんだからよ。うん。やめなさい。だから、八条島のキョンとかいいからもう。知ってるよ、そんなの。いるのか、ほんとに。ハローよ。俺はよ、あれ、ガキの頃よ、ガキでカ読んでよ。 八丈島のキョンとか言って、キョンってなんだよって思ったんだけど、あれ、いるのいや、いねえと思うんだけど。と、そのキョンっていう生き物、ものは、不可のキョンって、そうじゃねえ。まだ不可教はデビューしてねえから、ガキレガの頃は。実在するらしいよね。 本当かよ。マジでえっ、ー、と、寝れば名物、マタグラナットとか、うるせえよ、ほんとよ。やめれやめよ。うん。キョンキョンでもないんだって、もっと前なんだよ。俺が小学生ぐらいの頃だから。あ、鹿っぽいやつで でも鹿じゃねえんだろ、あれ。いや、土の子はいいよ、もういいから。うん、なんだよ、渡るがぴょんてよ。その漫画は知らないよ、俺は。うん。<noise> っていうかさ、俺さ、だからさ、アニメじゃなかったな、これ。アルプススタンドの、橋の方っていう映画はちょっと見たいな。 なんか、お前ら、ちょっと、俺、ちょっと押したいな、これ。うん。マジで。君水は、俺は、アニメも実写もどっちも見てるから、ヒデ。うん。 渡辺あ、浜辺美波がかわいいうーんでもね俺あれが好きなんだよな僕は昨日の君とデートするっていうやつ明日の君とだっけ昨日の君だっけ、うん、あれいいよね世界中はもうもう定番中定番なんだけどうん 俺はあれ二回見たからね。一回で意味がちょっとよくわかんねえなと思って、二回見てわかったんだよ。うん。なんで最初に泣くのかなから始まって。なるほどね。なるほどちゃんになったよね。うん。マジで。ああいいね。と思って。 世界の中心で愛を叫ぶ俺はね、山田がね、チャリでね、二血してるのが、あのね、全力でこいでるのが好きだったな。うん。綾瀬はるかも、まだまだ若かったしな。ラブストーリー好きなんだよ、俺。うん。うん あとはね、なんだろう、なんかじいさんが亡くなったろ写真あの。ああいうところも、うん。でも二人で撮った写真とかな。ああいうのいいね。うん。名作だとは思ってるよ、セカチュウは。俺ね、映画のセカチュウは好きじゃない。やっぱドラマなんだよ。 世界の中心で愛を叫ぶは、絶対ドラマなんだよ。これどうお前ら、どっちが好き映画はね、ダメなんだよああ。俺は絶対ドラマなんだよ。ああこれね、別れるかもしんねえけど、俺はね、ドラマなんだよね。圧倒的に。ああ、山田孝之はもう、 圧倒的だよ、ドラマ。うん。いや、ちょっと多作に感じれるか言う。俺の感想だから。うん。ガンちゃんよ。好きだなぁ。うん。まあ、ずーっと永遠に語り継がれるだろうな。うん。 何だろうラブストーリーって女子が亡くなるパターンの映画って多いよね。そう思わないテーマ的に、ストーリー的に、あの、そういうパターン、多いだろうよ、だってよ。 うん、あ、まあまあ、それ、1リットルの涙はあれだろあの、何がとか言う、あれな。あれもまあ、名作っちゃ名作が、やっぱうまいよな。女優としては、うん。うまい。うん。あれも俺はちょっとね、うるっときたけどね。1リットルの涙は。サージェリエリカのな。うん。ああ。 なんであんな変な風になっちゃったのかなみたいなのはあるけど。うん。お前ら、あリリー・フランキーあの人はもう、なんだろうな。主役っていうよりは、強烈なインパクトはあるよね。あの家族のやつもそうじゃん。リリー・フランでしょうん。 違ったっけあの、ほら、貧乏家族ああ、東京タワーは、あれはまた違うじゃんかよ。あれはだって、ねえ。そうそう、万引き家族とかそうだろうん。でもね、あとね、俺はね、あれが好きなんだよ。湯を沸かすほどの熱い愛。 うん。見て。これは俺は好きだね。うん。映画、映画。うん。おう、レオさん、おはようます。<coughs> いや俺はうんあとはあの奇跡のリンゴが好きだなうんうんあとなんかあるかなまああとはほら俺高倉健が好きだから「ポッポや」とかさ 居酒屋長寿とか、あなたへとかさ、あとホタルとかさ、あの絵はもう、もう完璧に俺の中にはこう入ってるから、うん。オレンジデイズか、ドラマの方か、うん。ランチの女王はな、でも、俺ね、サンドにね、ランチの女王は見返したくないんだよ。竹内優子だろ 俺は見たくないんだな。うん。マジで。あ、女王の教室って、だから、あれはさ、強烈なインパクトは与えてるけどね。冬の花はどうでしたかあー、エンディングはちょっと寂しかったけどな。うん。まあでも、ケンさんのやつは全部、あの、寂しっちゃ寂しいんだけど。 いやうんだって俺ねだからねお前らねまあ三浦春馬もそうなんだけど超一流の俳優がなんでそんなんなんのかなっていやなんでなのかなって。 いや、わかんねえよ。うん。俺だってさ、三浦春馬なんかはさ、あのー、NHK のあれで、あのー、歌手と共演してたのとか見て、今をほら、あのー、西郷さんやった、瀬ノのやってたあれに変わったけど、 何があったのかが、その、まあ、ハイドはそうだけど、なんか、答えをさ、最後にさ、やっ、ま、ぱ、あ、置いてってほしいよね。うん。ヒデでもハイドでもどっちでもいいんだよ。うん、だから、置いてってほしいわけ。 ザードうん、揺れる思いからなじゅに感じてうんあの何があったのかを最後にやっぱ置いてってほしいよね。うん。 俺だったら絶対に死ぐ前に、あの、書くな。うん。まあ、まあ、俺の場合は自死はしないから大丈夫だけどな。あ,あ俺はね、俺はそういうのはないから大丈夫だけど、ん、まあ、だいたい病気で死ぬか。 ま大、あ、体いい病,病気で死ぬだけなんだけどうん <laughs> 俺はでもな高倉健はあと3本ぐらいは映画見たかったなマジで。 誰だよ知らねえよな。勝手にかけてくんな、ね、いうるせえな。拒否するんだああ。これはね、有楽町じゃねえか。うん。俺、着水音は、あの、 東京の着信音だから、うん、ビビリがあってか別にビビってないよ。だって誰だか知らないんだもん。だって俺の電話帳に登録してないやつの電話なんか出る気ないから。うん。だあとは、これは後でこの非通知っていうか、こう着信拒否しときゃいいだけだから。うん。申し訳ないけど。 知られん人だ。うん。お前らだって知られん番号からかかってきて出る俺出ないよ。うん。うん。いや、自分の出間帳に名前が登録されてる人だったら出るけど、俺は出ないね。うん。 最近闇金からめっちゃ電話来るなんかやったんかいよおい何のネタの悪いんだけど何これ出るよほら何何どうしたのもし乗せてあげるからはいはいもしもしあ放送聞いてるやつじゃん靴じゃんこんなのこれもチャットだよ 残念だったね。もうお前の電話は俺にはかからねえや。バックヤードから俺の声がしてんだもん。クズチアのクズじゃん。なあ。残念でした。お疲れさんです。二度とかかることはないんで、お疲れです。 着今400件ぐらいじゃないのうん。だって俺の声が向こうから返ってくるんだもん。でも向こうはもしもしって言ったらもう黙っちゃってんだもん。喋れねえんだもん。うん。なんなもん別にどうでもいいよ。 だいたいよ、携帯電話の番号なんて1000円ぐらいで番号変えれるから。関係ねえから。まためんどくせえな、と思って。いやいや、解除しないよ。俺自分の番号変えるだけだから。で、必要な人に教えていく。だから、 最初俺5人ぐらいしか教えてなかったのに、いろんな人に教えていったら、こうやって割れるわけじゃん。だから、じゃあもう変えちゃおうかな。で、また必要な人にだけ伝えるだけ。うん、変えてくよ。だって俺関係ねえもん。 用事ねえじゃん、だって。なんだこいつって。誰お前、みたいな。ふざけたことやってんじゃねえよ、みたいな。そうそう。LINE モバイルは変えれないけど、変えれるから。いや、違うよ。必要な人かどうかはかんないけど、漏れるってことはそいつが癖えなって思うだけで。 いやいやもう、話さないから。なんで話したいの俺と。何の話すんのよ、俺と。あんなのか知らねえよ。うるせえな。さっき言ったろ、クソがよ、この小僧よ。あのさ、うなちゃんまんさ、ねえ、え相談、 リンリンとかはやってないから、自分のことは自分で解決して、いちいち俺に言ってこないで、めんどくせえから。